どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思いますということで、今日はですね、今回はダリオ・アルジェント、パニコという作品をご紹介しましょう。東京は新宿のミニシアター、新宿シネマカリテで毎年開催していたカリテ・ファンタスティック・シネマコレクション、略してカリコレも、これ残念ながら今年が最後となってしまうようなんですね。やっぱりちょっとお金の問題とかでいろいろあるんですかね。まあ、最近はね、円安傾向で買い付け価格も上がってると聞きますから、その影響なんでしょうかね。最後となる今年は7月12日から8月8日の4週間にわたって開催されていて、もうすでにね、開催が始まっています。ジャンルや国境を越えたバラエティ豊かな日本未公開作品やレアな旧作が上映されているんですよ。上映される予定なんですね。テアトルグループにおける未体験ゾーンの映画たちみたいな、まあそれに類似するイベントですかね。今年もなかなかに興味深いラインナップが並んでいるわけなんですけども、その中で僕が一番に飛びついたのが、イタリアンホラーの巨匠ダリオ・アルジェント監督の初の公式ドキュメンタリー映画である本作「ダリオ・アルジェント・パニコ」です。多部未華子さん主演でテレビドラマにもなった僕の原作小説ですね、ドエスデカ。そのドエスデカでもヒロインが心から敬愛する映画監督として描かれています。ぶっちゃけ頭のいかれたホラー映画ばかり手がけている人なんですけど、意外と隠れファンが多くて、作品もそうなんだけど、監督本人もファンたちからめちゃくちゃ愛されているんですよね。頭おかしいくせに何気に愛されおじいちゃんなんです。それがダリオ・アルジェント。1940年9月7日生まれの御年もう83歳なんですね。日本でダリオ・アルジェントの名前が一躍知られるようになったのは、何といっても1977年に日本公開されたサスペリアです。当時志村けんがコマーシャルのキャッチコピーにもなっていた「決して一人では見ないでください」ってね、やってましたよね。志村後ろ後ろってのは、まあ、当時のお約束でした。決して一人で見ないでくださいは、今だったら流行語大賞間違いなしじゃないですかね。あれはね、インパクトのあるキャッチコピーでしたよね。これが当時として世界的に大ヒットして、もちろん日本でも興収ベスト10に入る、もう超絶大ヒットを記録したんですね。それで当時の日本の映画会社がダリオ・アルジェントの過去の作品を引っ張り出してきて、つけたタイトルがサスペリアパート2です。もちろん大ヒットした1作目とは内容は無関係なんですよ。さらに言えば1作目よりも前に作られた作品なんですね。昭和時代ってこういった詐欺同然の宣伝が横行していて、僕たち純真な映画少年たちは何度も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 騙されたんですよね。もう絶対に大人なんか信じるかと思ったんだけど、それから数年後には本当に人が食われると噂の食人族で、またも見事に騙されたのも今となってはいい思い出です。ちなみに大ヒットしたサスペリアの1作目はガチのオカルトホラーなんですけども、パート2は殺人ミステリーなんですね。もう全然ジャンルが違うわけですよ。まあ殺人ミステリーとは言っても、正確にはジャーロと呼ばれるスリラーですね。1作目の続編だと思っていた人にとってパート2見たらなんじゃこりゃーでしょうけども、でもね、それだけに終わらないのが我らがダリオ・アルジェントなんですよ。なんでかというと、このパート2めちゃくちゃ傑作なんですよ。なんなら1作目よりも面白いと思った人も多いんじゃないでしょうかね。いや、僕個人としてもこのサスペリアパート2はダリオ・アルジェント作品の中でも最高傑作の一つだと思ってます。もちろんね、ブルーレイも持ってますよ。映像による叙述ミステリーの最高峰だと僕これ思ってるんですよ。いやー、もうね、まあちょっとね、ネタバレになるんでトリックは明かしませんけど、あの大胆なトリックにはマジで驚かされましたね。初見はそうきたかと衝撃を受けた思い出があります。殺人ミステリーなんだけども、
オカルトホラーの1作目なんかよりもむしろ怖いし、めちゃくちゃ不気味なんですね。1作目の思わぬ大ヒットで、2匹目の土壌の間に合わせで用意したパート2という立ち位置なんでしょうけども、今でも語り継がれるジャーロの傑作とされているんですよ。ちなみに1作目のサスペリアは2018年にルカ・ガダニーノ監督によってリメイクされました。僕のチャンネルでもこちらね、リメイク版はレビューしているので、ぜひチェックしてみてください。ダリオといえばね、最新作ダークグラス、あれも僕のチャンネルでレビューしております。こちらはまだ最近の映画ですね。2023年に、レビューした映画になってますので、そちらもぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。そんなわけで、ダリオおじいちゃん、イタリアンホラーの名将と呼ばれていますけども、個人的にはね、このダリオちゃん、ダリオじいちゃんの全盛期って70年代、80年代でしたかね。90年代に入ると若干のパワーダウンの兆候が出始めて、そして2000年以降は完全に制裁を変えているように思います。2001年公開のスリープレスは原点回帰の傑作だと思ったんですけども、その後のデスサイト、あとサスペリア・テルザ最後の魔女、ジャーロ、ダリオ・アルジェントのドラキュラ、そして最新作ダークグラスはぶっちゃけ全て凡作だなぁと思います。70年代80年代に見られたキレッキレの演出が鳴りを潜めてるんですよね。猛録しちゃったのか、ダリオじいちゃん。本作はそんなダリオ・アルジェント監督の本人や関係者たちへのインタビューをメインとしたドキュメンタリーとなっております。インタビュー、イタリア語でインテルビスタっていうタイトルのイタリア映画ありましたよね。はい、まあそんなことはどうでもいいかということで、これから詳しくレビューしていくんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限にして、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画ダリオ・アルジェントパニコ、評価額はズバリ1300円、佳作。まあ最初から諦めてますけど、いやこの動画はもうね、再生数回らないなと思います。まあね、ダリオ・アルジェント監督に興味がないとどうにもならないドキュメンタリー映画ですもんね。僕は公開初日の平日の昼間に、もちろん新宿シネマ借りてで鑑賞したんですけど、いやいやいや、お客さんはそこそこいましたよ。もちろんおっさんが多かったんですけども、若い女性もちらほら見かけましたね。おそらくなんかこのお客さん、映画監督とか映画評論家とか、その他もろもろ研究者の方たちも混じっていたんじゃないかなと思います。あと僕ね、声はかけなかったんですけども、面識のある文芸評論家の方も、来られていましたね。なので普段とはちょっと違った、知的というかスノブというか、そんな雰囲気をまとった会場でしたよね。内容はアルジェントファンにとってたまらないものでしたけども、そうでなくてもホラー映画ファンを喜ばせるメンツが揃っていました。もちろんアルジェント本人のロングインタビューや各作品のメイキング映像もふんだんに紹介されていて、かなり、研究している方にとってはかなり貴重な資料になるんじゃないかなと思います。で、他にはギャスパー・ノエとかギレルモ・デルトロ、ニコラス・ウェンディング・レフンなど著名な映画監督のインタビューも、結構たくさん、ね、あったんですよね。個人的に僕にとって嬉しかったのは、僕が一押しするスラッシャー映画アクエリアスのミケーレ・ソービー監督が登場したことですね。皆さん知ってる？アクエリアス、あのフクロウのお面をかぶったイタリアンホラースラッシャー映画なんですけど、あれね、めちゃくちゃ怖くて面白いんですよ。ミケーレ・ソアビといえば、まあアルジェントのお弟子さんみたいな人ですかね。デモンズ3とかデモンズ4なんかも手掛けていました。デモンズといえば1作目と2作目の監督ランベルト・バーバーもインタビューに応じています。ランベルトはイタリアンホラーのもう一人の巨匠マリオ・バーバーの息子さんですね。
と言ってもね、もうこの人80歳なんですね。さらにアルジェントファンにとって嬉しいのは、数々の楽曲を手掛けてきたロックバンドゴブリンのメンバーであるクラウディオ・シモネッティのインタビューが入っていることではないでしょうか。ここ数年毎年日本で、コンサートを開催していて、僕もね、数年前に開催されたあのダリオ・アルジェント監修版ゾンビの、ライブね、あの音楽のライブを見に来ましたね。ゴブリンライブ、もうめちゃくちゃもうキレッキレのゴブリンサウンドは本当ね、どの作品も僕はね大好きなんですよ。大ファンですね。ちなみにゴブリンのアルジェントとの最後のコラボ、皆さん知ってますかね。2001年公開のスリープレスなんですね。やっぱりね、アルジェントの作品にゴブリンは外せないし、まあ、逆を言えばね、アルジェントが制裁を変えたのもゴブリンとコラボしなくなってから以降なんじゃないかなと思うんですよね。ちょうど一致するんですよ。ホラー映画における楽曲の力ってやっぱり大きいですよね。興味深いのは何と言ってもアルジェントファミリーのインタビューですね。弟のクラウディオ・アルジェントで、妹の名前忘れちゃったんですけどね、まあなんとかアルジェントっていうね、もうおばあちゃんですけど、この妹さん、おばあちゃんなんだけどね、とても綺麗な人でしたね。なんかアルジェントファミリーって全体的に綺麗な人多いんですよね、女性は。もちろんね、二人の娘、フィオーレとアーシア・アルジェント。アーシア・アルジェントはもうね、有名な女優さんだから、まあ皆さん知ってる人も多いと思うんですけども、フィオーレはお父ちゃん監督で、ジェニファー・コネリー主演のフェノミナに出てました。どのシーンか覚えてます？一番最初に殺されるあの金髪の少女、あれがね、フィオーレ・アルジェントなんですね。あの映画ね、僕高校生の時見たのかな、劇場で見たんですけど、いや当時なかなか可愛い子だなと思っていたら、あれもね、アルジェントの娘さんだったんですよね。でもなんといっても本作のもう一人の主人公はアーシア・アルジェントですね。フィオーレの妹さんにあたるのかな、アーシア・アルジェント。僕が初めてアーシアを知ったのが、お父ちゃん監督映画の、お父ちゃんが監督していたトラウマ、鮮血の叫びでした。フェノミナのジェニファー・コネリーも超絶美少女だったけど、いや実はね、このアーシアも当時はね、ジェニファーに負けず劣らずの超絶美少女だったんですよね。もう本当にめちゃめちゃ可愛いし美しいんですよ。もう本当に高貴な顔してるのね、めちゃくちゃ綺麗。まあ今ね、もうすっかりおばちゃんなんだけど、まだ10代だった実の娘によくもまああんな役やらされるな、やらせるなと。いや当時は僕もね呆れ返っていたんですけど、でも特にね凄まじかったのは1996年公開スタンダールシンドロームですね。シリアルキラーに何度も異常なレイプをされる女刑事役をね、このアーシア・アルジェントが演じてたんですよね。あのさ、もうちょっと今でも思い出すだけでもゾッとするんだけど、そのシリアルキラーにあのカミソリで下唇を切られるんですよ。下唇、その出血した状態で無理やりディープキスされてそのまま犯されるっていうね、そういう演技なんですよ。もうおいおい、もうね、もう父ちゃんね、誰お前何やってんだお前、自分の娘だぞって。そのレイプシーンも壮絶で、当時はインティマシーコーディネーターなんて影も形もなかったでしょうから、アーシア・アルジェントにとってはこれはね、とんでもないトラウマになっているんじゃないかなと思ってたんですよね。現にその後のアーシアってメンヘラ的な気候目立ちましたからね。なんかファッションもさ、タトゥー、変なタトゥー入れたり、なんかボンテージというか、なんかちょっとサディズムないでたちしてましたもんね。なんかちょっとね、メンヘラじゃねえのみたいな。で当時のことをインタビューで振り返っているんですけど、やっぱり精神的にお父ちゃんの演出はきつかったと振り返っていますよ。まあそりゃそうでしょう。あんなの今だったら絶対許されないですよ。実の娘にね、あんな演技、あんなレイプされる、それもね、ただのレイプじゃないですからね、とんでもないレイプですよ。あんなことをね、演技とはいえあんなことをさせるって今だったら絶対許されない。もう虐待も同然ですからね。それでもお父ちゃんの映画をなんとか成功させようと
当時のアーシアはけなげに頑張っていた。もうその姿がね、とても痛々しかった思い出があります。ちなみにアーシアのお母さんは2020年に70歳で亡くなったダリア・ニコロディっていう人なんですよね。この人はアルジェントとは公私にわたるパートナーだったんですね。結婚はしてなかったのかな？結婚はしてないけど、まあ内縁の妻というか、まあ事実婚ですよね。で、この方はね、なかなか可愛らしいというか、綺麗な女優さんで、サスペリアパート2とか、シャドウとか、フェノミナ、そしてオペラ座、地の喝采など、アルジェントの代表作で、重要な役どころを演じているんですね。で、このアーシアのお母さん、ダリアニコロディ、そのダリアニコロディのお母さん、つまりアーシアにとってのおばあちゃんは、魔女というね。どういう略歴だよ。お母さんは魔女ですよ。奥様は魔女じゃなくて、お母さんは魔女。まあ、奥様のお母さんは魔女というね、実に香ばしい女優さんなんですね。いや、この方のインタビューも欲しかったところですけどね。2020年に亡くなられちゃったんで、それがね、叶わなかったみたいです。そんなわけで、熱狂的なアルジェントファンにとっても濃密なドキュメンタリーになっているんですけども、ただね、個人的にはアルジェント監督作品ではない、ダリオ・アルジェントが監督はしていないけど監修したという、あのジョージ・エ・ロメロ監督のゾンビのエピソードや裏話も扱ってほしかったですね。ゾンビはジョージ・エ・ロメロ監督によるゾンビ3部作の2作目にあたるんですけども、あれがね、ゾンビ映画の最高峰とされているのはもうね、皆さんご存知の通りです。ダリオは音響効果、ヨーロッパ公開版の監修及び一部プロデュースを担当して、で制作費を集めてヨーロッパでの配給権を得ているんですよ。ゾンビにはディレクターズカット版とか日本公開版とかいろいろバージョンがあってね、ダリオ・アルジェント監修版っていうのがあるんですけど、まあ僕もね、DVD とかブルーレイ持ってるんですけど、やっぱりね、ダリオ・アルジェント監修版が一番ね、テンポがいいですね。まあ上映時間も短いんですけども、本当にテンポよくつながっていて、ゴブリンサンドがキレッキレで、個人的にはやっぱりゾンビはダリオ・アルジェント監修版が一番好きですね。あと、これも個人的な好みになっちゃうんですけども、サスペリアを1作目とする魔女3部作、2作目がインフェルノ、3作目がサスペリア・テルザ、最後の魔女、この3部作ももうちょっとね、掘り下げて欲しかったかなと思います。なんでね、あんなことになっちゃったのか、あんな出来になってしまったのか。僕の中でサスペリア・テルザ最後の魔女が、まあ、アルジェントの終焉という位置づけなんですね。ああ、アルジェントもう終わったなっていうね、このサスペリア・テルザを見た時はね、ああもうアルジェント終わったわって思いましたもんね。いや、僕にとってはね、本当残念というか、寂しい映画ではあるんですけど、もうちょっとね、なんであんな風になっ、あんなことになっちゃったのか、そこら辺を、掘り下げてほしかったかな。いや、あれ本当ひどかったですからね。まあ、ダリオらしいといえば、ダリオらしいんですけどね、どちらかといえば、サスペリア・テルザって、なんかダリオ・アルジェント自身のセルフパロディみたいな、クソ映画でしたね。で、僕ね、じゃあダリオ・アルジェントが好きなのかっつったら、なんかね、好きじゃないっていうかね、あんまりいい思い出がないんですよ。で、一番ね、僕にとってね、嫌な思い出なのは、大学受験した時ですね、まあ、ある某私立大学受けたんですよ。でね、1問目、僕理系だったんで、まあ数学から入るわけなんだけど、もうね、その数学の1問目から解けないわけ。もうで、その問題ほら、1問目ができないともう2問目、3問目、4問目ができないような仕組みになってる、流れになってるんで、もう1問目が解けないってことは、もうその問題全滅なんですよ。もう受かるわけないじゃないですか。結構配点も大きいからね。もうこれでね、もう落第決定というか、絶対受験、合格なんかできるわけないんで、もう数学1問目ダメだったから、まあこれもう受けてもしょうがねえなっていうことで、まあもう辞退して、受験をね、試験を辞退して、そのままね、学校試験会場を後にしたんですよね。で、そこからまた家にね、帰るに帰れず、でしょうがないんで時間潰すために、映画館に入ったんですよ。で、その時入った映画館が新宿の映画館なんですけど、
で、それがね、ダリオ・アルジェントのオペラ座血の喝采、そしてね、同時上映がモンキーシャインという、ジョージ・エ・ロメロ監督の、2本立てだったんですね。で、僕もね、気分がめちゃくちゃ落ち込んでて、いや、これはもうちょっと気分盛り上げようっていうことで、まあ何気なく入った映画館なんですけど、そのね、オペラ座血の喝采を見てね、僕先端恐怖症なんですよ。針が、ね、針とかね、先端とかめちゃくちゃ弱いんだけど、オペラ座血の喝采って、女の子のまぶたに針をさ、セロハンテープで止めて、目をつぶったら眼球が、こう、針が眼球に突き刺さるぞ、みたいな、そういう演出があるじゃないですか。もう、あれが僕、ほんとダメで、いや、もうなんかね、もう受験で失敗して、もう気分がめちゃくちゃ落ち込んでるとこに、あんな映画見たもんだから、もうほんとマジでね、死にたくなりました。で、それからまたね、何年か経って、またちょっとね、仕事関係かなんだか忘れちゃったけど、気持ちが落ち込むことがあって、またね、気持ち落ち込んでるから、なんか映画でも見て気晴らししようかなと思って、入った映画館がやってた映画が、スタンダールシンドロームだったんですよ。気分落ち込んでる時に、あんな映画見たら、もう起死燃料もいいとこじゃないですか。いや、ほんとね、もう劇場で舌噛み切ろうかなと思いましたもんね。そんなわけで、僕にとって、ダリオ・アルジェントの映画っていうのは悪夢なんですよね。で、もう本当に嫌な思いしかしてないのに、どういうわけかね、数年に一度ダリオ・アルジェントの映画って見たくなる症候群なんですよ。うん、で、ほら、当時まだね、そんなにダリオ・アルジェントの監督の映画って、DVD とかもあんまり並んでなかったりしてたんで、古い VHS をね、漁ってきては、サスペリアパート2とかシャドウとか見てたんですよね。で、大体ね、見ると後悔するんですよ。だけどまたね、5年後、6年後ぐらい、またね、また前見て後悔した映画を引っ張り出してきて、また見たくなっちゃうんですよね。オペラ座血の喝采もね、結局映画館でもう無理とか思ってたんですけど、あれからまたね、何年か経って、DVD とかブルーレイ買っちゃってますからね。そして気がつけば、ダリオ・アルジェントを、おちゃらけ茶化すような小説も書いて、で、なおかつこんなドキュメンタリー映画見に行ってさ、いや、本当どうかしてるぜ。